こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。最近結構眠りに関してですね、気を使っていることがあります。ちょっと前までですね、かなり寝つきが悪かったりだとか、長く寝たとしてもですね、あんまり寝た気がしないと、そういったような症状にですね悩まされていたりもしたんですけれども、ちょっとこれやばいなと、仕事にも支障が出るなということで、いろいろと調べたんですよ。で、その結果ですね、パソコンがやっぱり良くないと。最近はもう結構有名になってきてるかもしれませんけど、ブルーライトですね、いわゆるパソコンのディスプレイであったり、スマホのディスプレイであったり、そこからですね発せられている、あるいは部屋の明かりであったりっていうのがですね、非常に眠気を削ぐというか、眠気成分がですね、分泌されるのを、阻害してしまうというような、話をですね聞きまして、そうなんだっていうように、思ってですね、何をしたかというと、アイマスクとですね、耳栓を寝るときにするわけですよ。できればですね、寝る1時間2時間前ぐらいからもうパソコンとか、スマホは見ないようにしてですね、本読んだりだとか、そういったですね、ブルーライトを浴びない環境を過ごした上でですね、いざ寝ようという時には、耳栓とアイマスクをする。ここまでするとですね、完璧ですね。体感としてはやっぱり2倍ぐらい違いますね。なので2倍の睡眠時間でもなんとかやっていけるぐらいの印象です。なのでもしですね、そういった睡眠不足、あるいはですね寝た気がしないなどという、ことでですねお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひともですね参考にしてみてください。いきなりそこまでするのは大変だよっていうような人はですね、今挙げたようなことの中から何か一つでもいいので始めてみるとですね、結構変わったりしますので、ぜひお試しください。